今回は藤沢秀平の詩川小説の短編を朗読します。 浅草安倍川町にあるろうそくショー河内屋に賊が入り主人の庄兵衛を視察し女房のおるンを縛り上げて金を奪い逃走した文政10年7月3日の夜である調べで賊の正体はあっけなく分かり翌4日の夕刻元河内屋の養子で3年前に道家を勘当されている無職 鉄之助が捕らえられた城町周り同心笠戸孫十郎が奉行所を出たのは7つ午後4時過ぎだった雲一つない青空が広がっている日はかなり傾いていたが街を照らす光にはどこか荒々しい気配が残りまだ夏が終わっていないことを示していたが暑くはなかった 孫十郎は人通りの少ない大名屋敷の間をゆっくり歩き呉服橋御門に向かった頭の中に徹之助という男の姿が浮かんでいる悪党だった博打を打ち盗みを働き人を傷つけて受童したことがある入れ墨者である今度は感動された家に押し入り金を盗み 養父を殺した「年貢の納め時というわけだ」と孫十郎は思う事件は孫十郎が手札を渡している岡っ引き伊勢蔵の縄張り討ちで起こったそのため河内屋の調べには孫十郎が出かけ伊勢蔵が下っ引きを連れて鉄之助を逮捕に向かった時も同行している。 鉄之助は目の下にクマがあり唇は紫色で切るような目で人を見た中年男のようにすさんだ顔をしていたが大判屋で調べた時孫十郎より三つ年下の二十五だと分かった親殺しは重罪である市中引き回しの上貼り付けと法は定めている 歩きながら孫十郎の気分は少し重くなっている。その気分は昼過ぎから続いていた。昼過ぎに孫十郎は上司である頼木佐竹正左衛門に呼ばれている。正左衛門は白髪頭で頑丈な肩幅を持つ老人である。孫十郎が行くと正左衛門はすぐに行っ 鉄之助はおふくろに金をもらったとふざけたことを申したそうだ馬鹿げたことを孫十郎は苦笑した金をもらいに行った者が親を縛ったり刺したりしますかなそれともくれた金子があまり少ないので一暴れしたということですかその証拠に 裏木戸を開けておいてもらったお袋に聞いてもらえば分かると言っている確かに裏木戸は開いておりました河内屋では女中が閉め忘れたと申しておりますだがそれは鉄之助がやったこととあまり関わりないように思いますがそうだなただの盗みなら木戸が開いていたとなれば罪が軽いと思ったかもしれんが 親殺しとなれば問題にもならん戸をこじ開けて忍び込み物を盗めば直ちに死罪であるこれが戸が開いていたとなると多少事情が違ってくる盗品が相当に金目のものでない限り処分は入れ墨たたきで済む以前盗みで受領したことのある鉄之助が どこかでそういう知恵を聞きかじっていることは考えられただがそれは初犯の場合なのだ実際には鉄之助は前科のある入れ墨者であり再犯は死罪の定めである木戸が開いていようがいまいが盗みだけで鉄之助は死罪であるまして養父を殺しているやはり年貢の納め時なのである 庄兵殺しの方は白状しそうですかまだだ仮にも親だった人間を殺しはしないと大威張りだそうだ吟味の方の話ではしぶとそうな男だからそろそろ攻めにかからねばなるまいということだったな重い気分は星左衛門と別れた後にやってきた 窓が開いていてそこを入っておるいに金をもらいに行っただけだと鉄之助が言ったということはその夜河内屋に忍び込んだことだけは鉄之助が認めているということだったそして鉄之助は親殺しは否定したのであるだが現場を孫十郎は見ている伊勢蔵から使いが来たのは3日の夜4つ 午後十時過ぎだった。河内屋は大きなろうそく屋である店から上がって奥に行くと線香の匂いが強く鼻を刺してきた茶の間に人が集まっていた伊勢蔵が河内屋の奉公人を集めたようだった伊勢蔵はからかみを分け離した次の間にいた 伊勢蔵は中年の女と向かい合って座り胸に腕を組んだ姿勢で何か話していたが孫十郎を見るとすぐに立ってきて部屋の中に導き入れた伊勢蔵は女の背後の布団の上に横たわっている死体を見せた。 翔兵衛の死体は手を後ろに回した姿勢で仰向けに胸を縛られて寝ている足が不自然に曲がっているのは刺された時暴れたらしかった傷は胸をひとつきにしている翔兵衛の体は痩せていた蚊帳は外しましたが伊勢蔵は 部屋の隅に丸めて置いてある蚊帳を広げてみせた。こうです。伊勢蔵が指さしたところに黒い血の跡が広がっている。よし紐を解いてやってくれと孫十郎は言った。伊勢蔵が下っ。きを呼んで死体を縛っている。紐を解かせた。 河内屋の神さんで、元の場所に座ると、伊勢蔵は孫十郎に中年女を引き合わせた。おるいは三十半ばに見えた。目が赤くなっているのがろうそくの光でも見えた。美貌だった。調べはどうだ。孫十郎は言った。へい。 あらかた住みました。犯人も分かっております。伊勢蔵は意外なことを言った。分かったと？へい、今そちらに二人ばかり使っているものを差し向けてあります。伊勢蔵は老練なおかっぴきだった。盗みも人殺しも何度か手がけている。孫重郎が来るまでに。 方向人から聞聞くことを聞いいててしまっていた人殺しは裏木戸から入り台所からまっすぐ主人夫婦の寝間に行き金を盗んだ途中で目を覚ました小兵衛を縛り声を上げたので刺し殺したその声で目覚めたおるいを縛り猿器をかませて逃走したのである。 だがその人殺しはヘマをやった台所に戻った時起きてきた女中のおつるに顔を見られたのである男は手拭いで深く放かぶりをしていたがおつると顔を合わせると放かぶりを取った男は鉄之助だった「女将も顔を見たかい」と孫十郎はおるいに聞いた 「い,いえ私は怖くて震えていましたものでそれに泥棒は顔を包んでいましたから顔は見ておりませんおるいは肩をすくめるようにして答えたおつるは鉄之助をよく知っているのだろうな見間違いじゃないなおつるはここへ方向に来て8年になりますんで」。 見間違えるはずはずありません。それに鉄之助はおつるに声をかけたそうでと伊勢蔵が答えた間違いないと孫十郎は思った鉄之助の居場所が分かったのは翌日である伊勢蔵からまた使いが来て孫十郎はそれにも立ち会ったのである あの男が小兵衛を殺したことは疑いようがない反すするようにそう思った時孫十郎の足は不意に止まった道は日本橋通りを横切って新右衛門町と南油町を右は川瀬国町の間を通り抜けて中野橋にかかっていた橋を渡れば八丁堀の組屋敷である あの男が河内屋に押し入り金を盗み翔兵衛を殺したことを初めから誰も疑わなかったその考えが水面に魚が口を突き出したようにぽっかりと浮かび上がってきたのである忍び込んだが翔兵衛を殺さなかったなどということは誰も考えなかったそれがなぜかは言うまでもない 現場の様子は盗みに入った者が翔兵衛を殺したと語っていたそしてその夜の同じ時刻に鉄之助が河内屋に行っている事件はこれで解決したと皆が信じたのである鉄之助ならばやっただろうと思い誰一人そのことを疑う者はいなかったのである 忍び込みはしたが、翔兵衛を殺しはしなかったと哲之助は言っている。養母のお類に金をもらいに行ったなどという正左衛門風に言えば、ふざけたことを言う男である。哲之助の言い分は信じられなかった。だが、その言い分をもう一度確かめる必要がある。と孫十郎は思った。明日。 河内屋に行ってみようと思った河内屋は浄土宗龍宝寺の門向かいにある間口四軒の構えの大きな店であるろうそく1 0個を扱い店で小売りもするが地元の浅草から下屋 上の山下にかけて大きな寺院を納め先に持ち手堅い商売をしている老舗だった死んだ庄兵衛は四十八で事件の夜孫十郎が三十半ばに見た女房のおるいは四十三だった二人の間には子供がなく十三年前に木更津に住む桃園から鉄之助を養子にもらった だが、鉄之助は18の年から酒と博打に身を持ち崩しやがて小伝馬町の厄介にまでなるれっきとした悪党になった3年前翔兵衛は届けを出し鉄之助を感動している翔兵衛は若い時から病身だった夫婦の間に子供ができなかったのはそのせいだろうというのが近所で聞いた話だった 30半ばになると庄兵衛はいよいよ体が弱くなり暑さがこたえると言っては寝込み冬は冬で春になるまで寝たり起きたりしている男だった主人はそういう風だったが女房のおるいは頭の切れるしっかり者だったし総六という番頭をその下の2人の手代も実直な働き者だったから 商売は全く危なげなく続いていたのであるいらっしゃいませ店に出てくるとおるいは挨拶して上へお上がりになりませんかと言った孫十郎がここでいいというと小僧を呼んで座布団と茶を運んでくるように言ったこの間は大層なご迷惑をおかけしました おは改めて挨拶し座布団を進め茶を進めた落ち着いたようだなと孫十郎は言い一通り店を眺めたあと視線をおるいに戻した若いとまた思ったおるいはやはり三十半ばにしか見えない黒目が大きく口元は小さい 薄く化粧した顔が内側から光がさすように艶がある「これがゴケとは世の中うまくいかないものだ」と孫十郎は思った「少々聞きたいが構わんか」と孫十郎は言ったおるいは茶を飲みかけていたが茶わんを膝に戻して微笑した ここの間のことですか。おるいは目をつぶって嫌々をするように首を振ったもう思い出すのも嫌でございますよでもお上の御用ならばお答えしないわけにもいきませんでしょうねおるいの物腰には老舗のお上らしいゆとりがある言葉は丁寧だが 八丁りの貧乏同心など滋賀にもかけていない響きがあった構わずに孫十郎は言った鉄之助が妙なことを言っているそうだどんなことでございますかあの晩おふくろさんつまりお前に金をもらいに来たしかし庄兵衛は殺していないと言うんだよあら おは眉をひそめた。どういうつもりかしらそんなことを言ってどういうつもりか俺にも分からんだからこうして聞きに来ているわけだ念のために聞くのだがあの晩鉄之助を呼んだわけじゃないな縛られたり主人を殺されたりするためにですか あきれたように孫十郎を眺めたいや初めからそのつもりでなくとも話がこじれて居直ったということもあるいいえおるいはまっすぐに孫十郎を見つめたそういうことはありませんでした大地あたしはあの晩の泥棒が鉄之助だなどとおつるに聞いてびっくりしたんですよ 顔は見ていないと言っていたな。見ていいいとっててたませんあんどんは決して寝るのか火を消すと息苦しいと主人が申すものですから火は暗くしますが消しませんそれでも顔は見なかったのだなはい鉄之助は顔が見えないように放かぶりをしていましたし それにあたしはすっかり気が動転しておりましたから。おつるがお前たち夫婦が縛られているのを見つけたと言ったな。さようでございます。台所で鉄之助を見て知らせに来たわけだ。そのようでございます。鉄之助が庄兵衛を殺した動機だが。 思い当たることはないか忍び込んで忍兵衛を縛りお前を縛って金を取った金を取るだけなら殺さなくともよさそうなものだ感動されて恨んでいたのかもしれませんおるいは目を上げて孫十郎を見たその目にちらと光が走ったようだ 一つ間違えば私も殺されていたと思うとゾッとしますよこれぐらいでよかろう裏に回って木戸口の辺りを見せてもらって帰ると言って孫十郎は立ち上がった一旦外に出て二軒ほど先の横丁から裏に回った河内屋の塀は高く 頑丈な黒板塀である塀の上に梅の木らしい小枝がはみ出しているが忍び込むのに手がかりになるようなものではない「なるほどこれでは裏木戸が開いていなければ忍び込めまい」と思った「裏木戸は押すとすぐに開いた中は案外に広い庭である」 入るとすぐの左手が池のある庭になっていてよく手入れされた庭木が巧みに配置され庭の奥に稲荷でも祀ってあるらしい赤塗りの祠が見える右手は硬い庭土が続いて台所に通じている孫十郎はすぐには庭に踏み込まないで丁寧に軌道を調べた。 戸は煽り戸だが内側から太い缶抜きを下ろし錠をかけるようになっている外からこじ開けようとしても無理だなと思った丹念に調べたがこじ開けようとして傷つけたような跡は見られなかった「裏木戸を開けてもらった」といった鉄之助の言葉が不意に思い出された。 大番屋で一通り尋問した時にはそうではなく「鉄之助は木戸が開いていたから入った」と言ったのである同じようなことだが考えてみると鉄之助が偶然通りかかったかあるいは忍び込むつもりで来たかしたその夜河内屋の裏木戸が開いていたというのは間がよすぎるような気がした。 意外に頑丈な造作の軌道を眺めているうち孫十郎は裏軌道を開けてもらったという徹之助の言い分がこの場所に一番当てはまるような気がした伊勢蔵の調べでは女中が締め忘れたことになっているそのことをこれまで疑いもしなかったのであるもし 徹之助が本当のことを言ったとすれば誰かがこの軌道を開けておいたのだ台所の方に歩きながら孫十郎はこの事件に初めて裏側の匂いを嗅いだ気がした台所を開けて声をかけるとおますという三十過ぎの女中が立ってきた。 事件があった夜に一度顔を見ている女である奥にもう二人いて水を使っているおつるはいないかおますは孫十郎の顔を覚えていたおつるは使いに出しましたが何かご用でしょうかちょっと聞きたいことがあってな夕方まで戻りませんですよ おますは少し警戒するように言った太ってあから顔の女であるではお前に聞くがあの晩喜怒を締め忘れたというのは誰だいああそれはおさくですよおさくならいます話を聞いていたらしく手を休めてこちらを向いた若い女中をおますは手招きした 孫十郎はおさくにちょっと出てくれんかと言った。小柄でおとなしそうな顔をしたおさくは、うなずいて下駄をつっかけると外に出てきたが、孫十郎の前に立つとうなだれた。話を聞きたいだけだ。気を楽にしてくれ。孫十郎が言うと、おさくはちらっと孫十郎の顔を見上げたが、その目には怯えがあった。 あの夜のことだが喜怒を締め忘れたというのは本当かおさくは体ごと首をひねるようなしぐさをし塀の隅の辺りに目をやったがやがて小さな声で「はい」と言った大事なことだぞ自分で締め忘れた覚えがあるんだなおさくはまた体をひねり それから小さい声で何か言った。何何と言った。忙しかったものですから。おくはうつむいたまま言った。はっきり覚えていません。閉めた覚えもないわけだ。でも皆さんが言うから、やっぱり忘れたんです。 おさくの声はますます小さくなりつぶやくようになった。申し訳ありませんでした。祈祷をしめるのはいつもお前の役目か。はい。前にも忘れたことがあるかい。おさくは初めてまっすぐに孫十郎の顔を見、強く首を振った。 下っ引きの姫吉を伊勢蔵のところに使いに出すと孫十郎は濡れ縁に座布団を持ち出し3枚敷き並べるとその上に寝転んだ笠戸家にはいつも姫吉のほかに23人下っ引きが出入りして庭や孫十郎の妻女の安野が作っている花畑を手入れしたりしている誰も顔を見せない日もあったが 急に男たたちちが3人も来てて立ち働いていたりする。別にこちらから頼んでいるわけではないが孫十郎は適当に小遣いを与えたり飯を食わしたりしている敷地だけがだだっ広い屋敷の手入れが助かるだけでなく峰吉たちがその時々に仕入れてくる町の話が取締りの役に立つのである。 城町周りの巡視からは得られない町の息遣いのようなものを峰吉たちは持ってくる「おやお休みの時刻でございますか?」。洗い物を取り込んできた安野が部屋の中からやゆするような声をかけた「非番の日は孫十郎は大抵家の中にゴロゴロしているが」。 こういうふうに押し入れから座布団を持ち出す時はそれからひと眠りするのである夏なら昼寝ということもありましょうがうちの旦那様は冬も昼寝をなさるから不思議な人ですね」「むむ」と生返事を返したが孫十郎はせめて非番の時ゴロゴロするぐらい文句を言うなと言いたくなる。 城町周りはたった6人でせっせと江戸の町を回るのが役目である町々の地震盤を見回るだけで大概くたびれるがその上見回り先で異常があれば早速に手を打たなければならない骨がきしむ女子供にわかることじゃないそう思うが孫十郎は黙っている。 30票2人の小6である「父親は早く死んで老母と3人暮らしだから暮らしに困るというわけではないがこれで子供がいたら相当に窮屈なやりくりになるだろうと分かる」「女中もいないから家事1歳は安野がくるくる立ち働いてその上安野は縫い物の内職をもらってきて何がしかの金を得ているようだ」 だが安野は暮らし向きの愚痴をこぼしたことはない要望は住人並みやっとだが明るい気象が取りえだったそこを見込んでもらった嫁である一軒置いた隣から嫁に来た安野の父は今も臨時周りの同心で安野は貧乏女体のやりくりに慣れているしかし 子供がないというのはいかんな孫十郎は横目で妻の尻の辺りを眺めながら思う安野は孫十郎が眠ったと思ったのか遠慮もなくこちらに尻を向けて洗い物をたたんでいる「おい!」ふと思いついて孫十郎は声をかけた「はい!」安野は答えたが 慌ててこちらに向き直った。あら、一眠りするつもりではございませんか？あのな女房が亭主を殺すというのはどういう気持ちの時かな？そういうことがございましたのですか？安野は好奇心をそそられた顔になった。いや、それがまだわからんのだが。 まそんなことがあるとしてだ。どんな場合に亭主を殺したくなるものか、お前の考えを聞こう。あいにく私はまだそういう気持ちになったことはございませんが。と安野は軽口を叩いたが、眉をひそめて考え込んだ。どうだ。旦那様に愛想がつきたか、それともよっぽど欲に動かされたか。 そんなものでございましょう「フームお待ちになって安野は手を休めて首を傾けた」「愛想が尽きただけではなかなか殺したりはできませんでしょうね」「ほかに好きな殿子ができたとかいうことになりませんと」「よそに好きな男ができると亭主を殺すか」 そのために旦那様が邪魔だとなれば、それは殺しもするでしょう。女は浅はかなものですから。ふうむ。旦那様に可愛がってもらっていれば、そんなことにはならないと思いますよ。でもそうでなくて、他に可愛がってくださる殿子ができたりすると、女の気持ちは変わるかもしれませんよ。ふうむ。 お前もそう思うか。孫十郎は肩肘をついて手のひらで頬を支えながらあきれたように安野を見た私は思いませんよそんなことは安野はちらと茶の間の方をうかがう目になって声を落とした私はかわいがってもらっていますからでも浮気をなさったり 女房をないがしろになさるとそのときはどうなるかわかりませんよご用心あそばせ好きな殿ごか孫十郎はあおむいて空を見た軒先から初秋の空が広がっている透き通るような青空だっただが孫十郎の網膜は空を映していない目の奥に 河内屋のおるいの顔が浮かんでいる輝くような肌の色だった何しろ若いう兵衛は若い時から病身だったというから安野が言ったように女房を十分にかわいがったとは思われないだがおるいは満ち足りたような肌の色をしていたはいいに安野が返事をしていた 安野は戻ってくると「三元町が来ましたよ」と言った「ここへ通せ」と言って孫十郎は起き上がると畳に戻った伊勢蔵は部屋に通るときっちり膝をそろえて挨拶をした伊勢蔵は三元町で小料理屋を営んでいる孫十郎の父蔵右衛門が生前伊勢蔵に手札を渡しており 笠戸家とは不死二代にわたるつきあいだった「鉄之助のことだがはい何かどうもうまくないのだ」と孫十郎は言い安野が運んできた茶を伊勢蔵にすすめた「いただきます」と言って伊勢蔵は茶碗を持ち上げたが一口すすっただけで鋭い目を孫十郎に向けた。 伊勢蔵は五十を過ぎているが髪もまだ黒々として浅黒い精悍な顔をしている鉄の野郎がまだ吐きませんので「うむあの晩河内屋には確かに行っただが親父を殺したりはしない」の一点張りだしぶといやつですなそこでだ 気になることがあったから少し調べ直してみた伊勢蔵の顔色が少し動いた硬い声で言った「足の調べが気に入りませんのでいやそういうわけじゃない誰が見ても鉄之助の仕事だっただが野郎の孫十郎は伝ぼな言葉を使った」 の言うことと河内屋の女将の言うことがあんまり違いすぎるんで妙な気がしたそりゃあ旦那伊勢蔵は胸元に高く腕を組んだ「鉄のやつは必死でさ首がつながるか離れるかの瀬戸際となれば大概の嘘はつきますぜそうかもしれん」だが 野郎の言うことは大番屋でざっと調べた時から一つも変わってはおらん河内屋に行って金をもらっただが親を縛りもしない殺しもしないとこうだだが河内屋で小兵衛は縛られて殺され女将は縛られていた金も盗まれたそこでだ 誰がやったとなれば鉄しかいないそういうことだったなへいそのとおりで他の誰かがやったかもしれないとはお前も俺も河内屋の連中も誰も考えなかったでも旦那現にあの晩鉄は河内屋に行ったんですぜそれにおつるが見ている野郎が河内屋に行ったことを認めたってな おつるに見られたんでこれだけはごまかしがきかねえと思ってるんですぜそうかもしれんだがそうでないかもしれんとおっしゃると仮にだ鉄ではない誰かがした仕事だとなるとそいつはあの晩河内屋に鉄を呼び寄せたんだよっぽど頭がいいやつだ ほかに誰かがやったとは一人も考えなかったからな旦那伊勢蔵は目をまばたいたお言葉を返すようですが鉄を捕まえることができたのはおつるがあいつを見たためですぜそうでなかったら誰がやったかもわからなかったし余心歯たぐって鉄のところに行ったところで知らぬ存ぜぬと言われたらそれっきりでした その通りだ伊勢蔵孫十郎は膝を乗り出した。眼目はおつるだ。鉄之助があの仕事をやったのならば野郎はヘマをしたのだ。そこで河内屋には金をもらいに行っただけだと頑張るしかない。ところがもし鉄を呼んだものがあるとすればおつるにわざと鉄之助を見せたのだ。どうだ へい、その通りでござんすな。昨日、ようやくおつるに会った。というのは、おつるは河内屋を十日ばかり前に辞めていた。探すのに手間取ったのだ。おつるが辞めたんですかい妙な気分がしてきただろう。ま、それはそれとして、おつるに聞いたのはこういうことだ。 おつるは大川を越えた北本所表町のろうそく問屋に住み替え暴行をしていた問屋は河内屋の取引先でおつるは望まれて住み替えたばかりで手当も河内屋の時よりよくなっていた「水飲みに起きたわけじゃありませんよ」とおつるは言った。 薬を煮るんです。二晩に一回。何時ごろと決まっているのか。ええ、旦那様がお休みになる時に召し上がりますから、大概五つ半、午後九時頃に台所で始めるんですよ。鉄之助を見たのはその時だな。ええ、鉄之助は何か言ったか。はい。 おつるは顔を赤くしたおつるは二十三だというが縁遠,遠い娘のようだった鉄之助は何と言ったのだ久しぶりだなって言いましたいい女っぷりだなんていやらしいおつるは赤い顔のままつぶやくような小声になった尻の一つもなでられたかええ そうなんですよ。いやらしいったらありゃしない。それでお前は妙だと思って奥に行ってみたわけだな。いいえ。おつるは意外なことを言った。薬が煮えて飲み頃に少しぬるくなってから行ったんです。待て。孫十郎は強い衝撃を受けていた。 何かがぼんやりと見えていた鉄之助が出て行ってすぐ奥に行ったわけじゃないのかええなぜだ妙なやつが来ていると思わなかったかでも前にも夜に来ていたこともありましたしあの知らない人じゃありませんからそういえばそうだそれでは奥の部屋に行ったのはいつ頃だ さあ四半時三十分もしてからでしょうかこういうわけだと孫十郎は言ったこいつは驚きましたなと伊勢蔵は言い腕組みを解くとガブリと冷えたお茶を飲んだしかし女将は縛られていましたぜうむ二人の目の裏には 鉄之助を呼び寄せたものの顔が浮かんでいる。おるいが罠をかけたのだ。鉄之助は知らずに言った。だからおつるに見つかっても平気で尻を撫でるようなマネもしている。惨劇はその後で起こっている。しょうべいはおそらくその後で縛られ殺された。しょうべいを殺した者がおるいを縛ったのである。

すると「外だぜ伊勢蔵」孫十郎は伊勢蔵に上体を傾けると小さな声で何かささやいたおるいが店を出たのはその日の八つ半過ぎだった昼前に小雨が降ったが昼頃には空は晴れ羽後の白い雲が綿のようにあちこちに浮いているだけで。 道は日の光にほとんど乾き上がっていたわずかに風があって時折おるいの耳の後ろの遅れ毛を吹きすぎる騒ぎがあってからひとつき半たつおるいは今日初めて店を出たのだった胸に風呂敷き包みを抱え足だを鳴らしながらおるいは背筋を伸ばし まっすぐ前を見て歩いていくおるいの足は上の山下に向かっている大操寺前、荒徳寺前を過ぎて山下に出るとおるいの足取りは左に曲がって下や二丁目から一丁目にかかり一軒の家の前でようやく足を止めたこのあたりはほとんど武家屋敷で 小さな屋敷が高いいを連ねている。一丁目は間に城在寺を挟んで北と南に分かれているがおるいが足を止めたのは南の一丁目で町の南を忍ばずの池から流れてくる小さな掘割りが東へ流れている道の向かい側が上野仁王門前町上野北大門町だ その町の向こう側に下屋広工事のにぎやかな雑踏が広がっているのだが下屋一丁目のその一角は武家屋敷と寺に囲まれてひっそりしていた祈祷師神や三才と筆太に看板を掲げた平屋におるいの姿は消えた祈祷師は流行っているらしく 呉衣が入った後に商人風の男が来さらに娘が一人来た呉衣がその家を出たのは7つ半頃である胸に抱えた包みはなくなっていた呉衣は下屋広小路に出た広小路には小屋がけの店物が並び水茶屋が並んで人通りが騒々しい。 見せ物小屋の方はそろそろ暗くなってきたので吉津の囲いを解き腰掛けの縁台を片づけ始めているところもあったが水茶屋の方は火が入ったところもある茶屋はむしろ暮れてからにぎわうのであるおるいは雑踏の中をゆっくり歩いた北大門町の外れまで歩き それから先の道を引き返し始めた。思案するように少しうつむいて歩いた。酒が入っているらしい中元風の二人連れがわざとおるいに突き当たり、冷やかすような声をかけたが、おるいは身をそばめて酒、またゆっくり歩き続けた。おるいが黒門下の橋まで戻ったとき、日は落ちて、 白っぽい薄闇が町を覆い尽くしていた水茶屋の日明かりが生き生きと光り始めているおるいは左に折れた上野山内の武家屋敷を挟んで黒門町都築町と仁王門前町の屋波が並ぶだけであとは忍ばずの池の岸に出る池の水に白い日暮れの光が映っていたが 人の顔はもう定かに見えないおるいの足は遠くなり門前町のはずれの軒あんどんが下げてある一軒の茶屋に入った出会い茶屋と呼ばれる家である一時後笠戸孫十郎と岡っ引き伊勢蔵は池の岸の闇にうずくまっていた2人は半時ほど前 頭巾で顔を包んだ大柄な男がその茶屋の中に消えたのを見ているその男をつけてきた峰吉が「あれが3歳という男です」とささやいた峰吉とほかに下っ引き2人が茶屋の前の石垣の下にうずくまっているのが軒あんどんの光でぼんやり見えるしかし旦那の見込み通りでしたな。 と伊勢蔵が言った伊勢蔵は河内屋の店の者からおるいが月に2度ほど祈祷師に行っていたということを聞き込んだ庄兵衛の病心を治すためにおるいが祈祷師に通い始めてから10年たっていただがおるいはいつも一人で出かけ店の者はその祈祷師の在りかを知らなかったのである。 おは将兵衛が死んだあとひとつき半店を出なかった今日初めて出かけ伊勢蔵の手のものにつけられたのであるしかし長いな伊勢蔵は腹立たしげにつぶやき足に寄ってきた羽虫をぴしゃりとたたいたまあ勘弁してやれ悪いやつらだが 今夜が最後の大瀬だと思えば哀れではないか。そういえばそうですが、こう虫が寄ってきちゃ叶いませんや。伊勢蔵が苦笑した声で言ったが、表情は見えなかった。ふいに山の石垣の下にいた峰吉たちが立ち上がるのが見えた。孫十郎は伊勢蔵の肩を叩くと立ち上がった。やっとお出ましだ。 と伊勢蔵ががいいたたおる先にに出てきたすぐに男が出てきた男たちが寄っていくと3歳は暴れて組みついた峰吉たちを引きずって逃げかけたが孫十郎がじっ手で肩を打つと諦めておとなしくなった「活白のいい四十ぐらいの男でひげの反り跡が濃い立派な顔をしている」。 刀は持っていなかったこういうことになるのじゃないかと思っていました孫十郎が戻ってくると伊勢蔵に腕を取られたおるいが言ったおるいの顔は軒あんどんの光の中でさえざいと美しかった店を出たら後をつけられる気がして怖くて出られませんでしたよ それでも男が恋しくて我慢ならなかったわけだ伊勢蔵が苦々しげに言った先生おるいはそばに引き立てられてきた3歳に呼びかけた私のような女に関わりあったのが運が悪かったと諦めてくださいなおるい何もしゃべるんじゃない 三歳が鋭い声で言ったがおるいは構わずに言った八丁堀の旦那笠戸様とおっしゃいましたっけこれだけは聞いておいてくださいな浮気じゃありません私は十年代この人と夫婦のつもりでおりました殺したのは三歳だな殺さなくともよかったんですよ おはかかすに笑った殺さなくともあの人は抜け殻のようなかわいそうな人でしたものしかし鉄之助に罪を着せようとしたのはまずかったな鉄之助ですかおるいの声が硬くなったそれは違いますよ旦那あたしはあの男に罪をかぶせるためにうちの人を殺したんです なぜだ一年ほど前に今夜のように一緒のところを鉄之助に見つかりましたそれ以来お上に訴えると脅され続けて随分お金も絞られましたお金はいいんですでも訴えられたらあたしらは死罪でしょお上の定めはそうなっているのじゃございませんか孫十郎は沈黙した それから伊勢蔵に顔を向けて、行くかと言った。月もない暗い夜で、孫十郎の気分は闇が心の中にまで押し入ってきたように、暗く重くなっていた。 いかがでしたかそれではまた次回お楽しみに